Come away with me, come, let's go away to be on a new adventure for two. We can fly across the ocean or take a train together. I don't care as long as it's beside you. Take a road trip in a car. ではまずこのように最初に、ポニーテールにしてまとめておきます。それから、この上の部分を少し取って、これぐらい取ってみてください。でここの部分を、三つ編みにしていきます。で、だいたい1周くらいやった後に、ここから、この下の部分の毛ですね、ここの、サイド一番端、この下の下からちょっと取ってくるんですけど、この下の下から少しずつこの毛をですね、一緒に編み込んでいきます。次は右側ですね。そうするとまあちょっとずつ太くなってくると思うんですね。でその作業を繰り返していきます。ポイントはあんまりきつきつに編み込んでいかない方がいいです。で高さをあまりこう上げずにこの毛に沿って一緒の高さでやっていくのがポイントです。徐々にこの毛をですね、取る毛を増やしていきます。でこんな感じになるので、下の方は普通に編み込みになりますね。この下の部分を輪ゴムで留めます。そうするとこのような感じに仕上がります。でこれをちょっとこう上げるとこう鳥かごのようなイメージのアレンジができます。でここから、ピンを使ってこのように上げた毛の根元の部分を留めていきます。で下の部分は少しこの毛先の部分を内側に入れて留めてあげます。高さはですね、自由にしていいと思います。